どうも、ヒデオです。ハロー YouTube、ニーハオってことで、眠いんで動画撮ることにしました。よろしくお願いします。タイトル通りなんですけど、ゼンフォー6の不具合を、解決する方法みたいな、改善策みたいなのが、ボン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 言っていく動画です。よろしくお願いします。今ね、めっちゃ眠かったのよ。ちょ、コーヒー飲んで、こう、うつ伏せになって寝て、これやばいなと思ったんで、ちょっと動画撮ることにしました。お願いします。ですね、昨日ですね、僕これ今撮影してるのが、これゼンフォー6なんですけれど、ゼンフォー6が、結構ね、こう初期不良じゃないんだけど、一回初期不良で返品して新しいの来たんですけど、まあ意外とこうなんかバグがたまに起きるわけですよ。再起動を繰り返したりだとか、再起動を繰り返すというか、あれですね、いきなり電源がプツッと落ちるみたいな。で、こうやって動画を撮ってるのに気づいたら真っ暗になって、あれ？みたいなとか、結構そういうのがね、まあちょくちょく発生したりとかしてたんですよ。で、いろんなね、リスナーさんとか、あと自分のググった情報とか、ASUS さんとか、いろんな情報をかき集めた上で、僕がそれをアウトプットして実践した中で、これはね、できるんじゃね、これ改善できるんじゃねっていう策案、方法、作戦、方法、ウェイウェイみたいなのがあるんで、それをね、ここに乗っけていきます。はい、じゃあまず1つ目なんですけど、はい、まず充電器、はい、これ ASUS の、昨日から僕も使い始めました。はい、もうめっちゃ新品、本当に1回も使ってなかった。昨日初めて使いました。ASUS というか、ゼンフォン6の充電器、純正ですね、標準充電器、これで充電するってところですね。昨日のパターンとしては、シンプルに僕は、なんかね、ずっと使わなかったんです。あ、間違えた、順序間違えた、もう一回言うわ、もう一回やらして、すみません、動画お願いします、許してください。はい、で、もう一回いきます。はい、まず第1弾、まずは、電源を長押ししましょう。はい、電源ボタンをこうグーって、これでやるか。これ、僕のケースなんですけど、電源ボタンを長押ししましょう。はい、ぎゅーって。まあ僕の場合ね、1分やるときもあるし、30秒のときもあるし、5秒のときもあるんですけど、基本的にはまあ長押ししてたら、プルッやって、こう、Android、ASUS、Zenfone 6みたいに出てくるんで、まあ、大体それになったら、よしって感じだと思います。はい、まず電源入れましょう。はい、無理でしたね。はい、これ1つ目、電源入れる。はい、無理でした。はい、で、無理でしたってなんだけど、一応これが柵1つ目。で、2つ目、はい、電源と音量下ボタンですね。音量下。はい、これを同時押し、グッと、あぶね、長押しグッてやります。はい、ここ2つを同時押し。これって本当なんだっけ、なんとかリカバリーモードか、要するにこれをやることによって、さっき言った ASUS Android のところの上に、こう、なんとかモード、なんとかデリートモードみたいな、リカバリーモードみたいな、こう、選択画面が出てくるやつなんですね。いわゆるそれをやることによって、もう全て真っ白にするみたいな作戦です。一応僕もこれを ASUS 電話した時にね、外国人の女の人が、あ、こうやるんですよみたいな、こうやってやるんですよって教えてくれたんで、なるほどっつって学びました。それもね、一応作戦としてはありですよね。僕はそれで、リカバリーモードしたんですけれど、あ、これじゃないのよ、このスマホじゃなくて1個前のスマホなんですけど、そしたらそれはね、完全に初期不良で、もうやっぱりそれやっても無理でしたみたいな。最強だと思いました。それでやっても無理なんだなと。はい、まあ、そんな感じで2つ目の作戦としては、電源と音量下ボタンを同時押し。はい、まあ、これかな、これが大体治る秘訣かとは思うんですけど、まあ、これがダメでした。ダメだった場合は次どうするかっていうと、そう、パソコンにね、ちょっとめんどくせえ パソコンに、僕はこれ普段僕のね、充電器なんですけど、オールテック、はい、これアマゾンとかで売ってるんで、はい、で、これをパソコンにつないで、はい、パソコンにつないで、そしてこっちタイプ C をぶっ刺すと。はそういう感じです。で、パソコンに刺すことは何がいいかっていうと、いわゆるパソコンの、表示がリムーバルディスクかな。いわゆる、これを、SD カードじゃないんだけど、そういう保存の媒体として見てくれるわけですよ。はい、いわゆる、認識するわけですよ。いわゆるスマホにもそれが通知が行くわけで、はい、このデータを今から通信しますかと言われるわけです。つまり、Zenfone 6の状態としては、今、再起動ループとか、電源が切られてるっていう、こう、認識の設定を上から、こう、いや、はい、今、パソコンとつないでますよ、どうしますっていう選択肢、なんだ、その方法、方向性、こう、向かせると、強制的に。そうすると、Zenfone 6がいける、ブルって言って、Android Zenfone 6って出てくるわけですね。はい。まあ、これは昨日ね、これで大体僕はいつも、クリアしてたんですけど、昨日はできませんでした。で、昨日ね、電池がね、結構20%ぐらいまで結構使ったのかな、確か。そう、どうすっかなって思ったんですよ。そして最後これです。ドン。はい、標準充電器。はい、いわゆるこれがまあ普通の充電器ですよね。僕の場合、これといつも、なんだこれ、アンカー、これです。
僕が使っているのはアンカーパワーコアフュージョンという、まあ、いわゆるバッテリー、モバイルバッテリーですね。これを普段から僕はコンセントにぶっ刺しながら、これで充電してたというスタイルだったんですよね。このオールテックと一緒に買って充電してたんですよ。まあ、これかなと思って、標準でぶっ刺して、でこれをぶっ刺すわけですね。でお風呂入ってる間か、まあ、20分とか放置しました、はい、それでね電源をつかねえなあ、最初つかなかったんですね。だからあの違う風呂にずっとつかないから、風呂入る時にこれぶっ刺してぶっ刺して放置しました。でもそれでも認識されないんですよ。普通さ、スマートフォンってゲージランプっていうんですか、 LED ランプっていうんですか、あのメールが来たりさ、 LINE が来るとこうなんか緑っぽく光ったり赤っぽく光ったりこうするじゃないですか。あれすらもう充電してるランプがつかないんですね。もうこれ終わったかなと思ったんだけど、一応ぶっ刺しながらお風呂入ってる間放置して、20分ぐらいかな放置して、お風呂上がりにこうやって電源長押ししてたら、プルッとアンドロイドって普通にできたわけですよ。これね、これじゃねって思って、そう、これが別にどれが正しいとかどれが絶対起きるとかはもう正直わかりませんけれど、まあなんか今言ったこの方法なんかいくつか言った上で、このねぶっ刺して充電バック、要するに充電されてるかもこっちからすると分かんないんですよね。だけど実質電源をぶっ刺した状態でこれを刺してたら、そりゃ電源勝手に入るよね、入るとか充電はされてるわけだと思うんですよ、うん、だからもしかしたらそれでね、ついたのかなっていう部分がありました。うんうん、ではこれは確定ではないし、何が正解だとか分かんないんですけど、結構晴れてきたの、なんか明るくね、はい、まあ、そんな感じでね、皆さん、もし Zenfone6 がつかなかった場合は、まずちょっと一つ目なんですけど、まず普通に電源を押すとか、電源ポチッと長押し、これがダメだったら電源と音量したボタンを同時押し、はい、これがダメだったら、パソコンに一回つないでみると、リムーバルディスクとして認識させてみると、そう、認識効果によって、認識させることによって再起動だとか、その電源を切るっていうモード、ね、この AI がさ、チップが動いてるのを、あ、これ認識、今認識中だよ、はい、起きてってなるかもしれません。これが3つ目で、最後はもう4つ目、もうコンセントにぶっ刺してちょっとだけ放置、いわゆる充電をさせてあげる、ここから電源入れてあげて充電をさせてあげてパワーを蓄えてあげる、そうかなと思いました。あとはもう無理だったらもう捨てるしかないですね。はい。まあそんな感じでこの動画をおしまいにしたいと思います。よかった。とりあえず Zenfone6 直ったんで、本当に昨日ね、生放送っていうか、ね、なんか僕生放送って言い方変なの、まあこう動画配信、生配信してて、来てくれてね、なんか、頑張れ、最高、みんな100万人登録だっつってね、言ってくれてる人は誰もいなかったんで、本当にありがとうございましたというところで、この動画をおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、皆さん、いい Zenfone6 セックスライフ。